2016年ニーストラックテロ事件にフランスの南部ニースの UFO 道プロムナードでザングレにおいて花火の見物をしていた人々の列にトラックが突っ込んだ事件である。フランスの検察当局はテロ事件として捜査。この事件により少なくとも84人が死亡し202人の負傷者が出た。この事件は花火の打ち上げが終わった後に 人々が帰る中で発生したものである。フランスでは7月14日のバスティーユ襲撃にちなみフランス革命を祝うパリ祭りの日に当たっていて国内の主な都市では軍事パレードや花火が行われていた。事件当時海岸沿いにある道路一帯は車両の通行が規制されていたものの犯人の男はトラックをおよそ2キロにわたって人混みの中を暴走させた。 事件の目撃者によれば、実行犯はトラックでジグザグ運転し、子供を含む通行人を跳ねて行き、1マイル以上走行したという。その補充を乱射したが、その後警察官に射殺された。そのトラックからは2丁のライフル銃が押収。フランスのメディアによれば、今回のテロ事件は革命記念日を狙った計画的なものだとした上で、 事件を引き起こしたトラック運転手の男の背後には、組織的な犯行グループがいる可能性が高いという。また、実行犯が、事前にトラックのルートを下調べしていたことが分かっている。CCTV の録画映像によれば、実行犯は、テロ数日前に19トントラックで景色を調べながら、プロムナードでザングレをゆっくりと運転していた。 実行犯は2016年7月11日から14日にかけて12回もトラックでプロムナードでザングレソイを運転していた。2016年7月14日、フランスのフランソワ・オランド大統領は2015年11月に発生したパリ同時多発テロ事件を受けて発令した非常事態宣言について、この2016年7月26日付で解除する。 方針を明らかにしていた。オランド大統領は2015年11月のパリと今回のニースでのテロを防ぐことができなかったことで批判されている中、2016年7月17日にフランスの結束を呼びかけた。だが、フランス共和党のニコラ・サルコジ党首は過去18ヶ月にわたってフランス政府がやるべきことをやっていないとし、オランド大統領を非難した。 その翌日にはフランスのマニュエル・バルス首相がテロの犠牲者へ黙祷をする前後に群衆からブーイングを浴びた。トラックテロ攻撃の主犯はチュニジア生まれでフランス居住権も有していた。トラックテロの実行犯の電話やパソコンの記録から実行犯は数人の仲間と共に1年前から犯行を準備していたことが明らかになった。主犯はテロ事件前。 73歳の友人と見られる人物にトラックの借り方を尋ねていたという。主犯は、その73歳にアイソルのビデオを見たことがあるかと尋ねたが、その73歳はノーと答えた。主犯は、その後パソコンを開きその73歳にひどい映像を見せた。2016年7月17日時点で7人が交流されており、 それら容疑者たちは主犯に武器を提供したと考えられている。アイソルはそれらをアイソルの兵士たちと形容している。2016年7月21日の時点で5人が共犯の容疑にかけられており、4人が男性、1人が女性である。22歳の共犯容疑者の居住地下室からは AK-47 と弾薬が見つかっている。第二次世界大戦以降、 フランスは、フランスの給食民地の国々の国民を移民として大量に受け入れなおかつ、それらの国家の国民の圧倒的多数がムスリムであった。この結果、事件当時の段階で、フランスの人口の約10%がムスリムであり、彼らがイスラム過激派になる下地が形成されている。ニースでのテロの実行犯は4月からモスクに通うように、 なったと言われ、数ヶ月の間に急激にイスラム過激派になったと報告されている。2016年7月15日の時点では、ニースでのテロとアイソルの関連性は明確ではないが、フランスは欧州の国家の中でも最も多くの兵士を対アイソル戦に送り出している。フランスは、宣言圏内にありテロリストや武器の移動を防ぐことができない。 2015年11月のパリ同時多発テロ事件のテロリストたちはブリュッセルを拠点としていたのであり、宣言協定を利用してブリュッセルパリ間を自由に行き来していたのである。もしニースのテロの実行犯がアイソールに影響されて殺戮を行ったとすれば、フランスはイスラム過激派によるテロに脆弱であることが今回の事件でも示されたことになる。2016年7月15日。 アメリカのジェフ・セッションズ上院議員がニースでのテロ事件に関して移民政策はテロへの脆弱性を高めると論じた。フランスにおけるムスリムの人口は西ヨーロッパで最大であり、不幸にしてそれらムスリムは同化に抵抗しフランス文化を拒絶し自らをフランス社会から隔離する道を選んでいる。すでに何度も見てきているようにこれが イスラム過激主義と暴力につながっているのだ。我々米国国民も日に日にフランスと同じ問題を抱えるようになってきている。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以来およそ150万ものムスリム移民に米国定住許可を与えている。バラク・オバマが大統領の任期を終えるまでにオバマは米国の移民政策を今まで以上に脆弱にするだろう。 米国民は、テロとつながりのある国家からの移民に、米国がどれだけ寛容かを理解せねばならない。米国民は、フランスのために悲しむと同時に、移民政策をより注意深く行わない限り、米国が新たなテロ攻撃を受ける、可能性が高まることは覚えておかねばならないと、セッションズ上院議員は述べた。ポーランドのマリューシュブワシチク内務大臣も、トラックテロ事件は、 フランスの多文化主義の結果だと述べた。ブワシチク内務大臣は、フランスとポーランドの状況の違いは、移民政策にあると考え、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、チェコのような国は、移民受け入れを望んでいないためにフランスほどテロの脅威にさらされていないことを指摘した。ブワシチク内務大臣は、ポーランド政府が大量移民を拒絶することで、 その他の西洋諸国の二の舞を避けることを望むと述べている。ありがとうございます。